踏ん張ったら俺は世界挑戦はできると思ってる。センスは抜群でしょ。亀田さん兄弟とはどんな関係というか、亀田さん兄弟とも僕が小学校の時からもう、そうですね、小学校4年生の頃からもう学校が、小学校が一緒で、そうですね、でまあ家も近所でこうたまに遊んだりトレーニングしたり、まあまたそれこそ僕も亀田さん兄弟がいた空手道場にもこう
入門してしばらくこう一緒にトレーニングしたり、もう小学校も10歳ぐらいからずっとこう付き合いありました。中学校俺2年間っていうかやったな。だってスパーリングするで、だって僕も14歳からやってる。向こうさんなんかね、小学校の年齢ねえな。やってまだ1年ぐらいでスパーリングする言われて、なんややってるわみたいな感じだったけど、お父さんと入ってきた瞬間もうカチ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 って中継ぎよ、ねえ、ちょっと待って、なんかちゃう気づいたら、もう覚えてる、白のグローブはめとった、左ストレートバーン入った瞬間バーンダウンして、俺人生初の打席そこで。そうね、あもう忘れもせえな、俺も音もビデオ撮って、大人もこのビデオいらないってもうカセット投げたけど、俺もう拾って何回も見てもうガチガチみたいな、あれ俺いっちゃんとしたら体操に上がってる思ってたのに、まさかのフォーク君やられてたぐらいの。でもまあそういうのもあったりして、もうだからもう初ダウンっす、ほんまに初ダウンやし、初めてあ俺負けたって思った男。僕ゲームショーの中で新聞見てめくってはね、亀田光輝防衛チャンピオン、井岡初と、やっぱ僕の周りにいた人とどんどんチャンピオンになっていって、すごい、なんかでもそれでも正当化しようとして自分も、俺もう逆に俺でも慣れとったしぐらい不適されて、でも内心ってやっぱ一つで、俺も頑張ってよかったなとか、だから今回やっぱりこの自分がやってきたことをこのままじゃあ社会復帰してボクシングせず仕事して真面目にすると、多分一生背負いきれない自分に対してこう埋め込んでしまったもの、これボクシングで、僕が例えばボクシングでこう目標達成したところで僕の過去って消せないし、被害者もいますし、何も消えないけど、一つ自分の中で頑張り切ったことがないと自分を肯定できない人間になっているから、だからそのためにボクシングやってるっていうのもあるのと、俺一体どこまで強かったのって、あれだけ自分でも俺世界チャンピオンになれるって感じた自分を見てみたい。もう遅いかもしれんけど、遅くても頑張ったらなんとかなるんですよ。踏ん張ったら俺は世界挑戦はできると思って、チャンピオンになるとかは今の時点では言えないです、断言できない、これは正直言う。でも世界挑戦のリングに自分の力全部出したらいけると思ってます。もともとすごいこう、まあ、子供の時は僕らもよう練習しとったけど、まあ、将来世界チャンピオンというのは確実と言われたからね、この関西の瞬間で、まあ、それが谷中潤を聞いたら東京までその名前が知れ渡ったと、子供の時代にちょうど僕の一個試合だけど、すごいそのセンスもあって、まあ、初めてのもね、お父さんが世界チャンピオンだから、あの、ね、ちっちゃい子供の中にも練習とか家でもやってたんやろうけど、まあ、もうセンスはもう抜群でしょ。だからプロボクサー、スパーリングショーも誰も勝たれへんぐらいボクシングのスパーリングショーだから、俺世界行くやろうなって思いながらよ、一緒にね、練習しようとなんですよね。まあ、そこから、まあ、いろいろな、あのやっぱりこう、その時まだまだあの幼いところもあって、まあ、いろんなこう道にね、あのそれたりもあって、でもそれで最終的にこう、周り回ってもう一回ボクシングやりたいと、友からの話もあって、剣文か、懐かしいな、剣文ね、やるんか、あれ、ほんで、世界勝ってるやんけど、やっぱり、でも持ってるもん持ってるんやなと、まあ、この男が言うても、ほんまに持ってるもんはすごい高いレベルのを持ってるから、まあ、世界チャンピオンになれるぐらいのレベルのものは持ってる。だからそれを聞いて、やっぱ毎日毎日ずっとこう練習していけへんかったから今頑張ってて、やっぱ俺が強くなれるのはここしかないと、いう気持ちで、ここで今、すごい一生懸命やってる。ね、今回、まあ、対戦相手、まあ、前回も世界一やったけど、またしても今回世界ランキング1、まあまあ普通で考えたらありえへん、まあ、知名度やけど、まあ、ここで剣文勝てば次、まあ、僕もやっぱり今、ね、まあ、昔からこう、あの、もう幼馴染みたいなもんで、ちっちゃい時から一緒に練習してる、どちらかというとプロモーターのお部屋の立場ではありますけど、やっぱり個人的な気持ちもあるわけやから、その中でいくと今回も、まあ、相手強いし難しいと分からないと、そういうことがあったら、次はやっぱり僕もプロモーターとして仮に世界タイトルマッチの舞台というものは用意したいなと思ってるんで、今回の試合というのは友樹が勝ったら次世界戦で、重岡雄大も勝ったら次世界、剣文も勝ったら次世界、これはもう最後勝負の3連戦、これはもう全部がガチの、もうどっちが勝つか分からない、正直あの雄大に関しても相手強い、
負けるかもわからん。で、トモキも前回負けてる相手。で、ケンボンもすごい難しい試合。でも、これで勝っ、だからそこで勝ってこそ次世界やから。だからこそ見てる人たちも面白いやろうし、次世界戦の時はみんな応援したいやろうし、そういうあの舞台にしたいな。だから、なんとかみんなにちょっと頑張ってもらって、難しい試合やろうけど、特にまあ一番その中でも、まあ、まあ兄弟やからね、それはもちろん友樹の試合っていうのはすごい注目して、まあ、剣道もつけて昔から知ってるから、この時と本当にだいぶブランクがあって、もう一回前に持ってきて、でこれでもし勝つようなことで世界の中に行ったら、このとこ、映画になることやってる。それだけの大きいいろんな人生、あの大きい質にあってやってきてる人間やから、これからの、なんていうか、こう失敗しようまたもう一回立ち直れるっていうところに、すごいこうメッセージ性もあるし、この試合は僕自身も、すごい興味深い、楽しみな一戦で期待もします。